ちょっと今シュート嫌われてますけど、あのボールよく回ってるんじゃないでしょうかね。まあ、前節もペイントエリア内でのポイントというのを相手を上回りました。あ、来ましたよ。外から来ました。アレンがセカンドチャンスに何とかつなげます。いいです、ね、パラス、スリーだ、はい、決まりました、はい、昨日2つのスリーを決めたパラスです。熊谷、熊谷戻すが、ここがターンオーバーになる。パラス、コビーパラスが、コビーパラスが右サイド、ここはフォローしていた。いや、新潟今日応援するバンドの身長高いですね、うん、そうですね。とにかくゴール下に飛び込むんだという、何としても連敗を止めるんだという意識伝わってまいります。エア、コビーパラス、コビーパラス抜けてくる、あー決めてくる。ミスマッチになりました、ね、ホーキンソンが押し込む。しかしここを守る。さあ一気に行く。そしてインサイド、ここは確実にものにしました。